北朝鮮が韓国に武力行使の動き、菅官房長官、国民の安全確保に全力。現在、北朝鮮が韓国に対して武力行使する動きを見せていることに対し、菅官房長官が本日記者会見にて次のような発言をいたしました。情報収集や分析に努めており、北朝鮮の意図や我が国への影響をしっかり分析している。我が国としては、 常に北朝鮮の動向や情報を分析しながら国民の皆さんの安全安心を守るために全力で取り組んでいるとなっておりましてこの北朝鮮は現在の韓国政府との決別を明確にするために武力行使をする可能性が出てきておりますが 以前も北朝鮮は韓国の島をですね、突然砲撃しており、今回も同じような攻撃が行われる恐れがございます。日本政府にはこういった北朝鮮が攻撃する恐れがある地域に対して、退韓勧告を出していただき、国民が 北朝鮮の攻撃によって何らかの被害に遭わないように、直ちに対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。